安土地下水、秋田船水、まあ、この家系図は実はものすごく、よくわからない。通説では、津軽の土豪と、いうことになっておりますけども、私はちょっと実は疑いを差し挟んでますが、一応通説では津軽の土着の、勢力であると、いうことで、これは柿崎市、松前市、および、その松前市の、家老になった下国市の、あの、系図によると、長曽根彦の子孫であると、いうのが津軽でいます。で、長曽根彦、あるいは長曽根彦の兄の安倍彦の、子孫であるとか、長曽根彦の子孫であるとか、そこのところに安倍の貞頭っていうのを入れて、貞頭の次男の高星、この子孫が、つながっていくと、いうようなことが書かれています。で、ただここに書かれている系図に関して言いますと、ほぼわからないと。結局、室町時代の森末までドーンと、あの、わけのわからん系図が続いてやっていくのね。で、ところが、まあ、あの、実は熊野大社、あの、熊野那智大社の文書に、あの、この安藤氏の、系図のことって、まあ、だいぶ違うんで、これはどうしたことかと。まあ、どう考えても江戸時代に作られた系図よりは、その室町時代の系図に関しては、その、おそらく那智熊野大社の文書が正しいんだろうと。そこから分かるのは、安藤氏は実は昔は、那智熊野大社の檀家、であったということも分かります。室町時代においてはそういうふうに言われている。あの、室町時代では、安藤安末という人物が、あの、今の下国のと書かれています。で、これは、あの、系図では、あの、しばしば、こちらの方で、書かれてるんで、あの、この名前で大体統一していますけども。安藤氏の、わけのわからない系図形以外で、一次資料等で出てくる安藤氏らしい人間を、探しますと、安藤五郎という人間が出てきます。こう安藤五郎に関しては、超一次資料である、この日蓮院文には、こういうふうに書かれています。蝦夷か。安藤五郎は道東を多く作るし善人なりと。いかにとして首をば蝦夷に取られぬるぞと。これ日蓮院文ですね。これに関して佐々木薫さんは、立秋に改修したことが、まあ、安藤氏の、あの、立秋系のものは結構あるんで、立秋に改修したことで、アイヌの恨みを買って殺されたんじゃないかという話をしてありますけども、まあ、それやったら日蓮がなんで善人というふうに言うのかなとかいう思いはあるんですけど、まあそういう、まあ、そういう細かい情報はだから逆に言うと入っていない。蝦夷に取られたということに関して、あの、解放峰夫さんはこの蝦夷というのを別にアイヌとは取らずに、ちょうどその頃アイヌとも、モンゴルが戦っていたことをと踏まえて、この蝦夷っていうのはモンゴルではないかという仮説を出してありますけども、まあ、それはちょっと通りにくいかなと、私は個人的には思ってます。それから、あの、他に安藤五郎という人間は、この捕略関係にも出てきて、捕略関係では安藤五郎の子孫たちである、末永と末久が争っているというような話に書いてあります。まあ、この次の安藤氏の乱との関わりですね。で、安藤五郎が、陸奥に置いたものの末であると、書いてあるだけです。それから地蔵菩薩霊源記。これはかなり長い間書き継がれてきたものであって、この中に安藤五郎が出てきて、この地蔵菩薩霊源記では安藤五郎というのは鎌倉にいた勇者であって、アイヌを鎮圧するために陸奥に津軽に使わされたという、そういう書き方がされています。通説では津軽の土着なんですけども、これはこの地蔵菩薩霊源記をかなり無視してないかなとかね、そういうような、ことになるわけですけども、まあ、あの、通説では津軽の土着であって、一応本人たちはこの独特の系譜認識を持っている、そういうものであると。で、この安藤氏の乱というのは鎌倉時代の末にこの末永と末久が、争ったというあれなんですけども、まあ、資料としては捕略関係、それから諏訪大明神演芸言葉に書かれています。そこでは蝦夷について片うどと、要するに味方であると。で、あの、両方に片うどはついてるっつうんで、いわゆるアイヌ対和人の、戦ではなく、この末永内部の争いであって、それぞれに、アイヌがついて争っているという。ただ片うどとか言ってあるんで、上下関係というよりは同盟関係、仲間、取引関係だろうと。で、もう一つ捕略関係によると、長崎高助が賄賂を取ってるというふうに書いてあります。ということはこれは
あのここから導き出せるのは、彼らをあのこの身内人の、トップであるうちの官吏があの問題について関わっているということは、まあ、安藤氏はかなりの確率でこれはあの身内人なんだろうと。でこの身内人の、内争い、これが、まあ、あの幕府の御家人たちまで動員するような大きな事件にしてしまったあたりに、まあ、鎌倉幕府の弱体化というものが現れてるんじゃないかと。で、まあ、この対立を、が10年以上長引いたということで、1318年にはすでに始まってて、1328年にようやく、まあ、両者の争いがごたごたが収まるということで、これをうまく処理できなかった鎌倉幕府の弱体化というものが天下に示されてしまっているというふうに、しばしば解説されることがあります。だからまあ、あの、いろいろとやってきましたけども、まあ、結論から言うと、はっきり言ってわからないという感じです。で、私は津軽の土着で、勢力であるということに関しては、ちょっと疑問があるんですが、もうちょっとこの辺材料集めないと、どないしようもないかなと思っております。一応、鎌倉時代以降の、経図を示しますと、この末久、あの末永、もともと末永が蝦夷管領であったと。まあ、この蝦夷管領とは蝦夷を支配しているイメージがありますけども、まあ、おそらく蝦夷との、交易等の、責任者だったんだろうというふうに言われています。で、あの、まあ、その、場所としては土佐港あたりに本拠地を置かれていたのか、鎌倉時代の初っ端、土佐港に入ったのはいつなのかっていうのを、これちょっと議論が分かれています。で、この、安藤末永から、この、最終的に幕府は、この末ひ、あの末永から末久に、すげ替えるんですけども、この末久、この人物が名前を変えて、宗末というふうに、変えてるんじゃないかというふうに、言われています。で、あの、現在、この宗末から高末に、譲られた譲り状も、断存してまして、まあ、その中に、蝦夷の沙汰というものが、その譲り状の中で譲られる権利に入っていると、いうこと。それから、その後の流れですけども、この宗末からここまでのこの流れっていうのは、例の、あの、熊野那智大社文書の中にある、文書から、導き出される、名前です。宗末、高末。この高末が諸末と、同じかなと言われています。で、塗り末、森末、須末と。で、今の、下国の隣と。これに関してはちょっと実は、あの、不明なところがあって、あの、下国市に、残ってる系図の中には、これが書いてあるんですけども、秋田家の系図にはこれは残っていないと。いうことで、この、扱いについては、まあ、多分こういうこと、これでいいんだろうと私は思ってるんですけども、まあ、注意をするところがあると。それから、系図に関して言いますと、これが本、あの、一応、これが本家になります。これが、結局、ここで滅びちゃうと。この辺が松前に移動すると。これは、このまま秋田に残ると。これに関しては、あの、しばしば、可能性という言い方がする、されるんですけども、あの、どう考えても、これを意味なに使ってる例は私は見たことがないんで、おそらく筆者、あの書き方の問題であって、あの角と七角が似てるんで、こう書いてるもんもあるんで、あの、こっちよりはこっちの方が、名前としては自然かなと思って、ここではこれを探してます。これはあの、秋田港に、移った家です。生き残るのは最終的にはここなんですね。で、この家っていうのはもともとは、分家の後ろ方家から残って、木山、あの下国を、まあ、いわば散脱した、そういう家系になります。まあ、後ろ方家からこの、正末の、代に下国を名乗って、この家政と正末の兄弟が下国を名乗って、こちらは茂別の方に続けると。で、こちらの方は、北海道に一旦入った後、現在青森県の城の方に、移動しています。この家がここまで続いて、この清末というのは前回のあの、あれにも出てきましたけども、この清末というのは、あの、柿崎末広の、あの時に、
海を渡ってアイヌとの、アイヌと武田騎士の遺跡、小白王冠のホッハットの、締結をまとめた人物です。清介の息子の、地下水の代に、まあ、最盛期を迎えると、どう最盛期を迎えるか言ったら、この港家と、合併して出羽の国北半分を、まあ、支配する、戦国大名化していくということで、まあ、この時期に、最盛期を迎えるということになります。実末の代に、豊臣大名化すると。で、この時に北海道を失うと。で、この紋別下国家の場合は、まあ、こういう、風に続いて、紋別の方に続くんですけども、家政の死後、アイヌとの戦いで急速に勢力を取れさせていって、まあ、この、直瀬あたりから、松前藩の支配下に入り、で、江戸時代には、松前家の家老になります。松前家の、家老の中で、家老になったのは基本的に、松前、柿崎、それからこの下国です。ただ、血筋から言ったら、実は柿崎氏から、養子が入って、血筋自体は実は繋がってません。血筋自体は、この安藤家から、ずれています。秋田家の、系図に関してはこういうことになります。室町時代安藤家。この系図で言うたら、この辺りですね。いくつかの論点がありまして、この安藤守綱はいつ死んだのかと。これ実は意外と大きなポイントになるんですよね。というのは、これもちょっと不思議なところがありまして、この守綱という人物はやたら取り上げられるんですけど、要するにこれは3つに、安藤家が3つに分裂した時の家であるということで、非常に大きく取り上げられるんですけども、同時にこれ、この守綱という人物は、実は死んだ時が、応永年間、応永21年、1414年と、それから、夏季3年、1343年と、まあ、死んだ時期が30年もずれてると、いうことを考え、いうことがあるんですね。秋田家の系図ではこちらなんですよ。ところが、神羅の記録ではこちらなんですね。で、ご存知、前もちょっと言いましたけども、北海道ではなぜだか、神羅の記録っていうのは、間違えちゃいけないと。間違えてるってはいけないというふうな神話があるんじゃないかと私はちょっと勘ぐってるんですけども、なぜだか守綱が、夏季の3年まで続いてるという、生きてるというふうに、考えてたんですけども、まあ、神羅の記録そもそもおかしくて、この下国守綱を、北海道に追い落とした南部義政という人物がいるんですが、この南部義政は、永享12年に死んでるんですね。西暦と1439年に死ぬ。40年か。ここで神羅の記録によると不思議なことが起こって、なぜだか、3年前に死んでいる、南部義政と30年前に死んでいる安藤守綱が戦っているという、霊界の大合戦がというようなことが平然と書いてあるわけです。というところは何か間違えてるだろうと私は思うんですけども、だから、かけず3年に、戦争が立つ、南部と、安藤氏の間で戦争が立つのは、それは間違えてて、永久4年だろうと思うんですけども、なぜだかそれは、癌として認めないんだなと。で、そのために、南部氏に対して、室町幕府の、強力な、指導があったから、安藤氏は一体帰ってきたんだと。これまた後で説明します。が、そういう、いくつか、安藤氏に関しては妙なことが言われていると。次のテーマ、安藤仏の神は守綱か。これ、あれですね、足利、これも、議論だけども、足利将軍家の御内書。足利将軍家の御内書に安藤仏の神と書いてあるわけです。で、これがまた目につくところに書いてあった、足利義和樹、これは、後の鏡にありまして、それから、大館氏の、記録にも、残っておりますんで、大館記にも残ってますんで、この大館記っていうのは、御内書集ですから、御内書引き継ぎ、御内書を集めたもんですから、まあ、こちら残ってるんで、確実に、この御内書は存在したと。ただ、これ書いてある、安藤陸奥の神は守綱なのか、いう問題。私は、例、
これが OA21 年よりも後で、後であると。OA30 年であると。いうことで、これは無理性じゃないだろうと思ってるんですけども、この辺は、ここの議論が出てきます。それからもう一つ、これを、五代目義和というふうにする、話は常にあるんですけども、それだったら足利義和の顔を出せと。そういつも思ってます。足利義和の顔は存在しません。足利義和顔でググると、なんか怪しげな足利義和の顔が出てきますけども、あれは、何か間違えてます。足利義和の顔は、現在確認されこれはもう古文書学の大家である、上島保先生が、足利将軍家の顔を集めた本をドーン出してるんですけど、そこに義和の顔は、残ってませんので、義和は顔がないと判断せざるを得ません。だからこれは、森末ではないし、そもそもこの安藤睦頭が載っている足利将軍家の五代子は、これ絶対に義持ちだろうと。次の問題、彼らはいつから土佐弁当に入ってるのかと。これ実は意外と新しいと言われてます。ホムラタツでは、奥州藤原氏の安平の時に、安藤水軍を使って打ち破ろうぞというふうに泉忠平が再現相互してますが、実際には、安藤氏は鎌倉時代には、まだ土佐弁当に入ってなかったと思われてます。だいたい鎌倉末期から室町初期にかけて、でそれ以前は土佐弁当にほぼ、物がないというふうに考えられてます。で、これ難しいのは、実は土佐港遺跡がこうあって、これ13個ですね。13個。ここが土佐港遺跡。で、ここのところに真四角な、福島城というのがあるんですね。で、これ私が安藤氏に興味を出した頃は、この福島城というのは10世紀頃の遺跡であるというふうに見られてたわけです。だから昔から、安藤氏はここに城を建てたんだろうと。ところが安藤氏、この辺りの、土佐港遺跡が大体14世紀以降にしか見当たらないということから、この福島城と安藤氏は関係ないんだろうと言われたんですけども、これ掘ったら14世紀の遺跡やからから出てきたんで、あ、これ安藤氏の城やったんやと。いうことで、非常にこの辺、いつから入ったのかというのも結構難しい問題です。まあ、これ、いつ土佐港が陥落したか。まあ、今ではこれ、1342年の津波伝説を信じる人はもういなくなりましたんで、問題は、影響4年か、可決、2年かという話です。まあ、今のところ、江守進さんの影響力が圧倒的に強いんで、みんな、とりあえず、可決年間というふうに言ってますけども、いわゆる、一回影響年間に没落してから、もっぺん戻ってきて、もっぺん落ちるという。感受説を、まあ、唱えてますけども、まあ、私に言わせると、あれは、資料の、資料批判をやってないじゃないかと。それから、室町の安藤氏の、小ネタ集ですけども、羽賀寺、これ、若狭の国の、小浜市にあります。現在でもあります。この羽賀寺、室町時代に焼けちゃって、で、修理されてるんですけども、それを御花角が勅命で直してるんですね。ご花園フリークである私としては、これは捨ておけないと。で、黒島悟さんは、安藤氏と南部氏の対立関係の中で、南部と、それから室町幕府の関係が強くなって、安藤氏との、まあ、この頃まだ富士から富士にしとこう。安藤氏との、と、室町幕府の関係性が緩くなったので、ご花園が出てきたというふうに進めてるんですけども、まあ、この頃のご花園の立場から見て、室町幕府と、別の行動を取ることはまず考えられないわけです。それはありえないと。基本的にご花園天皇が室町幕府と異なる決定をすることは考えられません。これは実は話簡単であって、当時の小浜が天皇家老だったからですね。これで話は終わりだと思うんですけども、まあ、当時の小浜は天皇家老であると。ただ、小浜がいつ、どんな形で天皇家老になるのかちょっと私は分かりません。福井県史によると、義則の時代ではなく、もうちょっと古く、応永年間の頃、だから、極末の、時に何かあったんだろうなと思います。いくつか、天皇家領に、幕府の、御領所から天皇家領に献上されているケースが、ちょぼちょぼと見かけられますので、この北方関係の、もんでいくつか見かけますので、まあ、その絡みだろうなと思います。さらに言うと、まあ、百崎雄一郎さんの本によると、この頃、御花園天皇の、
権威をなんとか上げていこうと足利義教は苦労してるんで、まあ、この羽賀寺を、義教の命令ではなく、あえて御花園にやらせることによって、御花園の、名前を売ろうとした可能性は高いです。ちょうどこの頃。永享8年ですから。ちょうど、その御花園をなんとか自立、権威をきっちり立てて自立させようというふうに考えている時期の頃のようですから、それにぴったり合います。で、さらに言うと、この羽賀寺っていうのは、当時は実は松霊院の末寺なんですね。これ実は非常につながってくる話であって、松霊院の、末寺であるということは、松霊院門跡だった義円、義教の元々の、まあ、関係があるところですから、元々松霊院の、まあ、末寺である羽賀寺を、あえて御花園にやらせるっていうのは、まあ、義教が多分全部探してんだろうな、というのもわかります。それから、室町時代の安藤氏小ネタ集。安藤氏は京都府知州なのかと。室町時代には明らかに土佐港の安藤氏が京都府知州と、はっきり言い切れるかどうかは別にして、南部氏との争いの中で、南部氏と安藤氏の争いの中で、こちらが関東区方に、で、こちらが、室町区方にそれぞれ関係を持ってるってことは、これは確認が取れるので、まあ、おそらく、京都府知州というのは、まあ、間違いじゃないだろうと。まあ、ご内省をもらって、直接もらって、そのご内省の中に安藤娘神というふうに、公表されていることから見ても、おそらく、足利義持、足利義教と、関係を持った勢力であるということは間違いないだろうと。問題はここなんですよね。これよく、遠藤巌さんとかよく言うんですけども、私は実はほんまかいなとちょっと思ってます。当時の室町幕府がそういう館号図の、このクラスの国に与えるかなと。あといくつか、疑問を持っていることがあって、例えば、この正末という人物は、安藤正末という人物は、実は、もともとは諸末という名前であって、これは、応仁2年、付けの、願文に、これも那智熊野大社文書に、安藤諸末という人間が、願文を捧げている。これはまさに、ウソリケシペツを、何とか取り戻したいというふうに、言うている、そういう、資料なんで、正末にふさわしいんじゃないかと。だから、この諸末が義政から名前をもらって正末と名前を変えてるんじゃないかという話が、まことしあげされてますが、この正末の正通じが義政から配慮したかどうかということに関しては、私はちょっと保留した方がいいんじゃないかなと思ってます。意外と義政はばらまいてる方ですけど、政の意地を。それだったら、例えば南部市に政さんがいないっていうのも含めて、うん、という感じしますね。九州方面にいくつかいますけども。まあ、南部市はもっと、ほら吹いてて、南部義政の義は義教から配慮したもんだというふうに言ってます。これはさすがないです。吉野寺をもらえるのはもっと限られてます。こんな南部市に、噂されるはずがありません。まあ、この館号および、この京都府知州に関して黒島悟さんが、この港市と下国市は違うんじゃないかと。要するにこの下国で檜山ね。檜山にいたものと、港市に違うと。要するに役割分担していると。要するにこちらは、室町幕府に、室町との関係。まあ、北方の王者としてお互い役割分担しながらやったんじゃないかと。それから、これあとちょっと思いついたんでピッとつけたけど、実はこの土佐港の陥落したこの満載十五日記に奥の下国と書いてあるね。で、これはちょっとこぼれ話なんですけども、古い本、それでも1972年やったかな、出された教育者選書では、奥の下国をアイヌの部族というふうに書いていて、義教が、アイヌの部族の、問題にまで介入していると、いう形で言及されてて、一つこれ気付けないかんのは、足利義教をまさに北海道から沖縄まで、琉球まで、統一し支配した、そういう強力な権力であったというふうな、まあ、語りにはちょっと気付けないといけないと。日本の統一というか、そういう、琉球から北海道まで、現在の日本列島の日本の支配領域を義教に出来上がったというふうに見るのは、これは極めて問題の多い言説では
あって気をつけないといかんなというふうに思います。というわけで一旦話を切ります。よろしいですか。ちょっとね、はい、私はいいんだけど、YouTube なんかでこれ見てる人は分かんなくなると思うんで、分かんなくなるんで多分、うん、地名を確定しましょう。安藤ケーズ出して、はい、下国とかモベスとか出てくるの、うん、まずね、この場合の港っていうのは何を指すの？港、安藤の港。これは秋田ですね、秋田港。秋田港ってのは具体的にはさっきですね、河口港ですね。あ、そうですね、はい。あれは雄物川、何川だったっけ、雄物川かな、雄物川の河口港、土崎ですね。土崎は、まあ、ずっと港町として繁栄して、私も土崎の農家人に売ってもらったなきり包丁を今でも使ってます。さて後ろ方ってのはどこのことなの？これあんまりよくわからないんですよ。なんか青森の方だと言われてると私は青森のちょっと東側にあります。あ、ラグーンがあるのかな、陸湾の、要するにそうそう、津軽半島があるここの辺ですよね、確か。そうです、青森がのどちんこのように出てるその西側、うん、にあるのが後ろ方ですね。ラグーンがあったはずなんですね。うん、そこですね、はい、これを押さえとかなきゃいけない。モベツってのはどこですか？北海道の、あれですね、現在のモベチですね。モヘジというところで函館湾が終わってちょうど松前の方に少しずれたとこですね。ちょっとずれたとこですね。そこにはモヘジ川という川が流れていて、その河口部に港があったと考えてよろしいですね。はい。今度は起こるのはこの檜山下国の檜山なんですね。これどこなんでしょうか。うん、能代、一般的には能代と言われてますね、はい、はい。私もそう思います。能代です。ただこの名称がこれから北方省をやっていく上では江差とか上の国のあたりのことを今度檜山と言ったりしますんで、混同がないように押さえておかなきゃいけないですね。うん、あれなんであそこ檜山って言うんだろう。ですからおそらくなんかのイメージの投射なんですね、あれはね、うん。それから下国下国下国と出てくるんですが、下に対する神はないのかと。これいつも 言われるんですが、確証はないんですが、この港が神の国じゃないかという話はいつも、資料的にそれ言えるのかな、私いつも思ってます。いや、わからないけど、そういう説がありますよね。うん、そうすると雄物川河口部のが神で、まさにそこがまさにこう北方の王者なんでしょうかね、よくわかりませんが、うん、それで、まとめにいますが、土佐港はどこの系譜になるんですか？ここですね、まさに下国ですね。上の国に対して下の国なんですね、はい。雄物川河口部の上の国秋田に対して下の国、上の国安藤に対して下の国安藤という説明することですね、うん、一応そのように理解されているわけですね。でその後行ったり来たりで能代の方に私入ったり、いろいろと難しいけど、まあ、ともかくそういうストラクチャーがあるということをちょっとありがとうございます、ご教授、はい、いや私は以上です、はい。前回の柿崎やってる時に安藤正末って花沢立て行った人ですよね。あ、そうですね、花沢立てから古社前の戦争の直前に北海道から消えた人ですね。一回江戸地へ渡ってまた本州の方へ戻ったんですよね。そうです。この人は安藤家を継いでるけど安藤家のこの本流のとこじゃないんですね、下国本家というか、うん。でさらに下国家が
滅びる、土佐宮と落ちるときに、彼は捕虜になってるという話なんですね。はい、南部の捕虜になってる。うん、で、あの南部の下で育っていて、その後、南部系からあの自立、あの下北半島に与えられてたんだけども、下北半島から脱出して、蝦夷地に渡って、檜山に行ってると。そこであの檜山つながりがあるんですね。あ、そうですね。うん、下国のもともとの本家のところ、ここはもう蝦夷地には逃げていけなかったんですか？逃げていくチャンスもなく。いや、うん、彼らはあの蝦夷地に逃げてます。あの安末はあの満載十五日記によると蝦夷ヶ島に没落と書いてあります。だからまあもともと多分蝦夷地にはあのルートがあったんだろうなと考えられてます。蝦夷地に逃げていった安藤というのはその下国本家の連中と、まあここですね、それから こっちの檜山下国家の正末と両方いるわけ。両方いるわけです。ただあの時期が違いますね。こちらのあのこちらは南部家の頃になって1450年代に渡ってます。こちらは、1430年代に渡ってます。で最終的にこの安末と吉末はあの結局土佐港、南部市側の記録および神羅の記録によるとあの戦って、戦死していると。あの本州に、あの本州に攻め込んできて、結局や、あの2人とも敗れて戦死していると。どっちも南部に負けて、蝦夷に渡るんだけど、渡るのに、正末の方はワンステップ置いてるわけですね。行った、下北行ったと。うん。で、蝦夷に渡ってからこの両者が協力し合うという、そういうことはないんですか？ないです。あの、まあ、あの、この、こいつどうなのかとはちょっとわからないですね。要は、あの、正末っていうのは、南部による傀儡政権であったと。ということは、その傀儡政権が、自立化を始めるんであるっていう文脈ですよね、今までの理解は。そうですね。で、ウィキペディアなんかの系図で安藤家4代が正末になってるのはここはあの切れてるけども血脈的には安藤家という大きなグループでやと吉末で実際には切れてるけど正末と。実際にこれどういうふうに解釈のは難しいですけどね。でウィキはね吉末が3代目正末が4代目、うん、ただこの間は養子屋って書いてあるんですけどね。まあ、あの、正末の言い分を、まあ、ウィキ的に解釈すれば、多分吉末がしたら知らんがな、お前誰やろうけど。吉末の方の系統が一応ここで勢力を失っちゃったわけですね。そうですね。本家は。うん。で、正末が結局、この下国、もともと下国は下国に名乗ってるんで、正末からすりゃ、俺が継いだんだということになりますかね。もう一つ、あの、土佐港にね、はい、鎌倉末期やって言われましたよね。はい。北条義時から、江戸定式に任命されたに入って。うん。だこの時は拠点はどこだったんですか？あの、藤崎が、あの、藤崎ではないかという意見を出されてます。それは、津軽にあるんですか？これも津軽です。藤崎シンポジウムというのがあって、この時にあのわざわざあの、ここが安藤氏のあれじゃないかという話が出されています。今ちょっと地図出さないと分かんないよと聞いてる人は、藤崎かこの辺ですね。土佐宮とはここですね。大型はこの辺と、はい、下北半島に津軽半島と。こうなってくるとね、あの藤崎根拠地説だと海の民じゃないのよね。うん、川の民ですね、これだと。うん。その外交としての土佐港っていう位置づけになるわけでしょ？ですね。さあ、そこをどう評価するかですよね。うん、その説に対しては。非常に難しい。まあ、うん。要するに、内陸勢力だったものが海洋勢力に変わっていく。うん。
そもそも安藤氏がそういう、もともと代々そういう海洋セルがつながっているのあたりからね、本当に来ないかなという。うん。藤崎時代の安藤は、何が、まあ、藤崎があったとしたら、基盤は何だったんでしょうね。何だったんでしょうね。うん、何だったんでしょうね。うん、もう読んだのはだいぶ前で、あんまり覚えてないけども、うん、そもそも書いてあったかな。あの、藤崎城とか、まあ、痛みがあるとか、そういうことじゃあんまり書いてないじゃないかな。うん。まあ、非常に面白い話で。平泉的 内陸勢力から海洋勢力に変わる、うん、この土佐港という港は安藤氏が入ってから栄えるんですか。どうもあのそんなに古いあれじゃないみたいですね。昔からなんかあのずっと栄えてきたような感じではどうもないらしいです、うん、これもね、雰囲気にはね大州藤原氏の頃から港が書いてあるけど、うん、港としては黒島さんが言ってあるのは港としてはちょっと、ランクが落ちてくると。やっぱり青森湾の中の方が、蘇我とか、そういう明らかにあの藤原氏、あ、じゃあ北条氏に昔からついてる連中が青森湾の中の方にこう陸奥湾の方にこうずっとあのセルを張ってて、安藤氏のいた場所っていうのはちょっと落ちる。だからまあ、黒島さんはそこから安藤氏っていうのは、在地の勢力で、ワンランク落ちるところを渡せたんじゃないかというふうに、まあ、大丈夫だね。そうなのかな、うん、私もちょっとそうなのかなと思いますけど。黒島さんはね、ちょっと極端だし、木を照らってるところ大きいから、うん、問題は、物流体系が変わってきたときに、あの、港湾の敵地ってのは変わるんですよね。そうですよね。うん。物流体系が拡張したり縮小したりするわけでしょ？うん。時期によって。で、その度に、こう、適切な規模っていうのが決まっていくんじゃないかなって私は思ってるんだけど、どうなんでしょう？うん。そうですね。例えば土佐港が結局、室町時代なくなっちゃうのも結局のところ、まあ、あの物流体系が変わったからだろうと。うん。我がに安藤氏が入って檜山から、松前あるいは上の国の方にあの直接行けたら土佐港いらないよねみたいな。でも使い勝手の問題あると思うんですね。うん。土佐港の方はやっぱり、あの、岩木川の水が入ってきて浅くなるという、あの話ですかね。うん、それってやっぱりちょっと大規模すぎる、いろいろと。うん。ただ、もう少し、あの、考古的な発掘が進まないと分かんないよね。そうですね。基本的に青森県は、縄文とかの方に中心で、土佐港の発掘が完璧に止まってるらしいですね。うん。うんうん、なんかずっと土佐港の発掘された榊原さんも、なんか最近はなんか情報に回されてると、神の国の、うん、あの塚田さんが言ってありました。最近あの古代の水運とかやれる堀内さんが、五所川原ああはあ。津軽市に行ったんで、ちょっと期待はしてるんだけど、まあ、基本的に情報要因なんだろうけど、頑張っていろいろと発掘やってるみたいよ。うん。まあ期待しましょう。そうですね。土佐港とあの福島城と出てきましたけど、軍事拠点は福島城だったんですか？ないかなと最近、まず言われ始めてます。でも実は、あんまりこの発掘では結局、細かい時期って意外と分かるんだけど、意外と分かるみたいですよね、けどね、私考えてるよりも、なんかその政治とかのあれでかなり50年単位で、ある50年単位で切ることはどうもできそうなことを、いうふうに私は呼んでますけども、うん、軍事拠点はやっぱり福島にあったんかなと。あと、土佐港って私、一回聞いたことあるんですけど、はい、昔はあれ、あの水路は今と違ってたんですよね。そうですね、はい。これ、土佐港遺跡のちょっと あれですけども、航空写真のところに出せますけども、要するに今はこちらの方のイメージですけど、こっちなんですね、港は。
この付近なんどうも、うん、これがあの小学校で小学校付近に安藤社方の跡が出土してると。でこの時に土塁があって、うん、この北側が焼けた跡があると。だから、南部市に焼かれた後安藤室町幕府の和睦要請によって安藤氏が帰ってきてこのところの片付けを行って南の方、北からこの南の方に今度は館とかを作って復興したけども、再び落ちたと。ところが不思議なのはこちらは焼けてるんですがこちらは焼けてないと。なんか私は、うん、あの安藤氏が帰ってきて2回戦争でやられたっていう話はずっとやろうと、いや考古学的に、これは証明されてると皆さんおっしゃるんですけど、いや証明されてないじゃんと思うんですけども、海と13湖のつながってる場所も今の場所じゃなかったんですよね。そうなんですよ、ずっと南今あの、ざっくり言うとこういう風になってて、今高校ですけど昔はあのこんな風だったんですね。で、あの、海からこう入ってきて、ここでやってると。うん。現在はこっちで切れてます。で、このところで、あの、橋がかかってますね。で、このところに、あの、観光名所はこちらですね。この辺ですね、現在は。あ、まあ、そっちが観光名所なんですか。そうです。だから、あの、しじみラーメンとか、あの、博物館とかは、あの、北の方にあります。土佐港遺跡の方ではない。3月に行ったら、そっちか。まだやってませんとか言われて、あ、この北の方そう、あ、そうなんですか、こっちだけ見た。4月からですって、4月からですって、あ、館の方は見たんですよ、ようわからないながら、あ、それだから浜の明神とはここから入ってくるんかいって昔の船はでもイメージがわかへんなと観光客いないん、このこ私が歩いたとこは。うん、4月に行かなあかんねん。そうか、私8月に行ったんですが、バスでそのままずーっと抜けてこっちだけ見てこっち行かずに帰っちゃったんですよ。私今写真出てるとこだけ見たんです。この道路をブーンとバスで通っていっちゃったのを見た私はベタベタに何度か歩いてるけどよくわからん、うん、ただあの、うんうん、まあ東北に多い河口部港の一つなんだろうけどね、うん、ただまあまああの砂州が出てラグーンが形成されてそれがちょっと複雑になったけどいわゆる一番怖い西風には強いよね。あ、はいはい、北の港は西風対策なんだよね。で日本海側の港っていうのは下手すると西に面しちゃう西風に弱いわけです。ああ、ここは一番日本海側にちょっとした小高い川があるので、そうそう、でその細い水路が13個につながってるから港としていいと、うん、ああなるほど。あのそれ岩木川はものすごい物流ですからね。で藤崎までつながってますから、まあ、あの、これこう物流がこう通っているんで、津軽方面のこの岩木川流域から海に出ていく経路を抑えてますね。ええ、あのもしあの藤崎本拠地説を取るにしても、土佐港はその外交としての機能は有していたということは言えますよね。うん。で直接ここの支配に乗り出してくると。で直接乗り出してくるというか、ある時経済物流が変わってくるとこっちの方がいいやってことになるかもしれないですね、うん、本拠地の、うん、それはそうでしょ。あの京都政権が境に出てったりするのと似てるのかもしれないですよね、うん、境幕府なんていう言い方があるように。あるいは14世紀に入って、うん、あの特装の下で物流が強化されていく中で移ってる、あの可能性はあります。やっぱり14世紀の特装の、 あの、この
モンゴル戦争以降、関所撤廃とかそういう物流改革が進められていくみたいですからね、どうも。ええ、まさに物流特捜ですね。うん。なんか関係してるかもしれないですね。うん、ええ、関係してる可能性は大きいと思いますね。ええ。あと、大規模港湾の特質として、このサスがスーッと伸びてる風景っていうのは大切ですよね。はい、そうですね、このサス。サスがここは二重に伸びてるわけで、関西で言いますと、あれですね、淡路の由良港とか、あとは天橋立て、はい、のイメージですね。そういう風景がやっぱり北でもいくつかあって、その一つが土佐港だということでよろしいでしょうか。多分いいと思います。はい、外側のサスが堤防の役割を果たすわけ。はい、うん、そうです。あ、防波堤になってるんですね。はい、ですから西風に強い。土佐の13港は西風強くてって津軽平野にも言われてます。ああ、そうか。この安藤氏館の辺のこのサスの幅いうのはどれぐらいのスケールなんですか。狭いよ、何百だよね。100、何百ですね。300ですね、大体。まあ、500はないんですね。多分。現在の湖岸のあれ見ると、もっと当時のあれ見たら、多分こういう感じに。なってたようですから。そうですよね。ちょっとずれてますね。はい。うん、で200、300。うん。かなり狭いですね。はい。今そこの前方って書いてある沼みたいになってるとこが昔の水港ですね。港。そうです。港なんですね。で、ここに海から船が入ってくると。うん。だから、内陸と、海洋の結節点ということは言えますね。で、ここで荷物積み替えてこういうふうに入ってたら、ここから岩の方に行けるし。そうです。だから船はここでコンテナを隠して小さい船に乗せ替えてこう行くんでしょうね。そうやって書いてくれてる観光案内場合なんかなかったですよ、そこ歩いたけど。いや、ここが港だとか、こういう船が入るんだとか、4月以降に橋渡って、小島にある博物館行ったらあったんじゃないかな。あそこにこういう地図も入れて、うん、なるほど、うん。やっぱ街の中にシウラもね、置いとかないとダメだよね、シウラも、本当に。まあ、遺跡は壊せなくてすまん。それから、シジミラーメンの屋台をたくさん作ることができる。で、安藤水軍と酒を売る場所を作れる。